ました。はい、皆さんこんばんは、さくらゆずきです。こんばんは、千葉いずみです。こんばんは、モンキーリロギーです。6月20日木曜日発売のファミ通を見てない地球人は殺しますよ。どうも、宇宙の帝王フリーザでございます。はい、今は始まりました。来ましたね。はい、制作品ゼロの番組、はい、ザ・バチコン R でございますが、うん、今フリーザ様がおっしゃいました通り、はい、先週、前回ですね、はい、エンディングで言ったんですけれども、うん、6月20日発売の、そう、ちょっと言いにくいな、6月20日発売のファミ通、はい、うん、皆さん見ていただけましたでしょうか。見ましたか。見た人の、のってコメントしなさい。見たかな、見てくれたかな、ね、はい、どうだろう、ニコ動でも反応がないってことはまだ分からない。何てん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 だと、どういうことだ。見てないんだな、乗って一人いた。あ、いたいた、よかったよかった。ニコ動、ニコ動で、まあ、結構私たちもツイッターとかでいっぱいつぶやいたそうです、そうです、うん、6月20日に発表されました、はい、メタルマックス4、すごいですね、はい、実はですね、こちらの作品に、はい、これですね、これですね、はい、リーバー、これですね、はい、なんと我々出演してます。あらまー、出させていただいたので、まだだってこれはファミ通さんとかでも公表されてないから、うん、ここだけの発表ですからね、これは。そうなんです、ね、ですまだ主役のお三方しかまだ発表されてないですよ、ね、そうですね、はい、しかも前説もね、うん、そう、前説のね、あの赤いスネラジャーもね、あーじゃあね、残念コブラだったんです。残念コブラ、今日も来るのかな、残念コブラ、見えるかな、今日も出てくるのかな、手使えない、これ横に立たないんじゃない、あ、なんか手か、ね、サイコガンがちょっと一番のメタルマックスに近いやつつけてます。確かに、そう、手法つけてなのに出れないって悲しいね、悲しいな、それちょっと後で見切れるかもしれないので、ぜひご期待いただければと思います、ね、うん、ね、まあ、我々も出演しているということで、はい、ゼロスターメタルマックス4と大胆にコラボを、うん、おや、コラボレーション来ましたね、はい、でまあ、実際に本格的なコラボはまあ次回からっていうことなんですけども、はい、うん、まあ、今回はですね、うん、予告編ということで、はいはい、PV をちょっと流してみたいと思います。るなるほど、はい、では準備大丈夫ですかね、はい、はい、じゃ早速 PV 見ていただきたいと思います。2013年シリーズ最高の興奮とともに、熱き RPG が新たなるドラマを紡ぎ出す。スタジオ 4°C によるハイクオリティなアニメーションと豪華声優陣の共演がメタルマックスに革命を起こす。戦いの中でしか極められぬものがある。お前たちはここで死ぬんだ。試してみる。あんたの女になるくらいなら死んだ方がマシよ。まるで違う未来があったでしょうね。あれは人類に残されたたった一つの希望なんだぞ。運命の破滅した近未来に月光のリーバ降臨。メタルマックス4月光のリーバ。いやー、素晴らしい、ね、すごいね。どうでしたか。すごいですね。素晴らしいわ。動いてますよ、ちゃんと。あ、うん、さあ、我々も一応収録の時にね、はいはい、アニメシーンの録音か、うん、ちょっと見させていただいたんですけど、はい、その時はもちろんね、みんな絵コンテみたいな状態で。まあまあ、確かにね、最初はもうそうですもんね。ちゃんとこう最初完成されて。素晴らしいな。まあ、素晴らしいですよ。まあ、ヤンホーさんなんですけどね、バンバンバンのヤンホーさんはメタルマックスの1からずっとやってまして、まあなんでしょう、1と2はもう言ったドット絵でずっとやってたんです、うんうん、はいはい、で、まあ 3DS3 が出たと、17年ぶりに3だった時に、17年って出たの、17ですよ、その時にまあリアルになってますよね、その時でも感動したのに一気にアニメーションになってるっていう、そのすごいよね、強烈な感動ですよね、すっげえすごいすごいなっていう、もう楽しみ動くんですよ。ほんで次は、次の作品はね、人間がバイクになってるんですよ。そう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 ね、あれもう発想がすごい、どぎも抜かれたよね、ちょっとね、なんかサーシャちゃんがバイクに行けって聞いてたんですよ、うん、でもいざ見たら上向きなら上向きして、そうなんだ、まさかのね、そっちかいって。いや逆にね、後ろ向きでもやばいと思うけどね。そうか、あっちの方がね、表でもやばいからね、まだ、あ、そっか、なんかでもトランスフォーマーみたいな感じでこう車輪を腕で掴むとかなのかなと思ったら、あ、こっちなのね、なるほど、そう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 、ちょっと
びっくりしたけど、ね、バイクロッサー K みたいな感じかな昔の特撮そうなんだ分かるかなどうだろう分かるというかどうだろうかなこの日もあるんですそうそうね 3DS、まあ、まだ持ってない方いらっしゃいますあーねぜひ買いましょう、はい、お買い物ください、ね、買いましょう買いましょうはいはい、ねね、コメントくれてるありがとうございます、なんかいろいろ話したいけどそうなんですよ話せないですよねでもこれだけはこれだけは言わせてくださいあのメタルマックスの、うん、まあ一番のまあ何ですか宣伝文句じゃないですけど自由度が高いんですけどさらに自由度高いですこれだけは言わせてくださいおあのまあ、声とか入っていろいろ制御されるんじゃないかみたいな感じですけど、うんうんうん、自由度高いです。はい。あ今までやってきた山本さんが言うのも、うん、納得します多分。でも私もまだそれだけでもまだ知らないね情報がありますから。そうですよね。自分の関係する。その知ってるだけでもあこれはっていうのが。楽しみだ、ね、ちょこちょこ情報が出てくるんですよねそうそうちょこちょこ出ますから、はいはい、まだまだ発売まで先なんでねはい、はい、コメント何ですゼロスターどちらが自由度高いですかとゼロスターかなそれはしょうがないよねゼロスターかなそうなのだってあの本番開始15秒前まで雑談してましたからまあねまあねなんかこのフリートークをなんか詰め合わせにしてなんかねそうですね形にしたんですね、まあ、あの絶対観覧に来ていただいてる方さんでしかわからないまあまあまあ確かにね前説も見れないですけどね、まあ、よかったら、まあ、いつも見に来てくださいはい、ぜひね、はい、いやでもそろそろちょっと気づいたかなって、はい、気づかないかもしれないんですけどなんだちょっと BGM 音を上げてもらっていいですかはいえなんだなんだ、はい、これはね、少し些細な差なんですけれども、はい、あの前までどっかの誰かさんが新しいもの持ってこないっていうので流せなかったのがいい、ねうん、はい、こちらのオープニング前とバージョン変わっております変わってんのこれ嘘だ変わってんのこれ極端に変わるもんじゃないの、ね、全然気づかなかった前と一緒ですよねそうあの本当に関係者の方すいません分かんないですあのその辺のツッコミどころを、はい、あのこれから登場する娘にあいろいろなるほどなるほどあのぶつけていただけるようになったよねいや全然分かんないいやもう自由度高いよ これ東大の入試より難しい難しい全然分かんない全然分かんないテンピーが逃げていくやつと同じぐらいです確かにね、聞き分けづらいもんね。ねというわけでですね、はい、今回のゲスト、同じいくちゃんが、はい、はい、ちょっとこの音楽の、なんていうのか、反省点について。はいはい、反省点なのもう。まあね、いろいろね、ちょっと聞きたいね、はいはい、思いますので、まあ、あの、いろんな意味で今回の放送、疲れる回になると思いますが、皆さん、お付き合いいただければと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ今回もユーザーさんからのメッセージ募集していきます、はい6月最後の放送ということで、うん、テーマは2013年上半期、はい、一番の思い出は何おーなるほど、はい、募集したいと思います、はい、メッセージの宛先は、うん、はい0_@akiba.tv 0_@akiba.tv までお願いいたしますお願いしますお願いします、はい、それではですねそろそろスタートしていきたいと思いますはい皆さんご一緒にせーのゼロスタバチコーアールフルパワーで一発ギャグはー手羽先ゼロスタバチコはい、というわけでフリーズさんによる、捨て身のパクリ大会でしたすごい宇宙でも流行ってんだね流行ってますねいやー、初めてですよこんなフルパワーで手羽先をやったのは初めてです若干ちっちゃかったんですけど、ね、確かにもうね堂々とパクったこれは ねやらせませんからねやらせませんよ、彼女にはそうですねもう今出し切っちゃいましたねもう 100% でのこれを超える手羽先はねやれるわけないですよ、はい、絶対やらないよねやれるわけないよ。はい、では改めまして、はい、桜ゆずきです。白泉です。モンキーリー・ルイでーす。どうも、宇宙一面白いフリーザです。よっ今4つぐらい食べたもんですよ、さっき。はい、宇宙一面白いです。はい、はい、では早速ゲストの方に登場していただきましょう、はい実はゲストとしては初登場になります。はい、いきさんでーす。いきさん来ました。何いや、今ちょっと待って、今、ちょっとパクりましたよね、今。何ですかまさかのどうぞ。ひどいですよ、ひどい言いようです。いや、来たよ、来ましたよ。私がいない
ほら、爆弾娘登場。爆弾娘登場だ。爆弾娘登場。はい。ね、大変な回だよ、今回も。いやー、来ましたね。お久しぶりでございます。久しぶりですよ、本当に。ね、実はね、今回のいくちゃんがゲストっていうことでね、はいはい、あのルピーが。そうだよ、せっかく修行に行ってきたのにさ、うん、もう絶対勝てないでしょ、こんなに。そしたらいきなり熊に飛ばされたんだよ。ただ帽子忘れました、なるほど、すみませんね。そう、帽子だからないんだ。そう、熊にいきなり飛ばされたんだよ。ゼロスター行ってこいって。なるほどね。やだったのにさ、なんか唐揚げ食えるらしいみたいな。そうだよ、本当にもう頑張るわ、今回。今日はちょっとあの、はい、イクちゃんとルフィの対決も少し、はい、楽しみにしていただければ。あんま見ないでこっち。ルフィが疲れるね。見てないですから。あんまりなっちゃってるね。怖い怖いよ。っていうかあのこの曲の違い、うん、わかんないね。わかんないわかんない。え、わかんないとかありえないんですけど。ごめん、わかるとかありえないんですけど。え、もうちょっとで来ると思うんですよ。あ、この後この後。怖い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 今の分聞こえない声が聞こえる。怖い怖い怖い。そういうのじゃない、そういうのじゃない。そうそう、コメントで生声ってなってます。ゆうたさんが今弁護人になってくれてる。そう、何何、ここもっとロボチックだったんですよ。ハートはレイソンワクワクだったんですけど。何それ、昭和初期の放送。何、美空ひばりのラジオか。そうそう、変わったんですよ。はい、そうですね、そう、実はエフェクトがちょっと変わって、はい、なしになって、より生声に近くなったというパターンなんでございますよ。これはパターンじゃん。そうなんです、今だよ、今意義ありっていうところで。なるほど。こんなに手法的な問題がわからないなんて、もう激おこぷんぷん丸ですね。あ、出たわ。皆さん、今回も長いよ。この1時間長いよ。何よ、激おこぷんぷん丸。はい、改めてね、この主題歌についていろいろ話を聞いていこうかなと思ったんですけど、はいはいはい、はい、まあじゃあ一応番組弁解は済んだと、うん、はい、はい、どうですかこれ、自分で歌ってみて。あー、え、歌ってみて、歌ってないの。歌ってみて、歌ったのはだいぶ前ですね。あ、そっか、はい、そうなんですよ、はいはい、で、この新しいバージョン今聞いてですね、うん、私も最初どこが変わったのか分かんなかった。分かんなかったんじゃん。分かんないじゃん。なんであんな強く言ったの。分かんないじゃん。いきなりのカミングアウトでございました。皆さん、めっちゃイヤホンで聞いて大丈夫でしょうか。え、なになに、あ、ここか。っていうのが、まあ、ちょっとありましたね。はい、なんで分かんなかったんじゃん。あ、一瞬ね。仲間じゃん。自分で認めたから。いやいや、もうすぐ分かりましたから、もうそこ自白しました。急に、はい、いや、聞いてみてどうでした。やっぱ違いますよね。え、でもこれすっごいみんな脳内ソングになっちゃってて、うん、スタッフも含めてみんなピピピのピピってってずっと回ってる。あ、そうだったんですか。嫌というほど回ってるね。大丈夫か。うん、もう帰りたいもうレイリーのおっさんとこ行きたいの。確かにね。変な流れ。もう修行に帰りたいな、またな。頑張る頑張る今日、うん、はい、私この CD 発売したいんですけど。あ、発売しましょうよ。あの、最後のユーザーアンケートで8割の人が100万出すって言ったら、はい、イクションが歌を出せる。おー、え、ってことは見てる人が3人しかいなかったら、うん、2人の人がいっぱいいるから今。いっぱいいるよ。それも今、51人だよ、だって。おー、いっぱいいるから、いっぱいいるから。でも、3分の2、3人のうち2人だったら 66% になっちゃうよ。はい、じゃあ、ほんと8割目指します、今日は。うん、でも多分、あの、聞きたいユーザーさんなんでしょうね。せめて YouTube に上げてくださいよっていう意見がありました。はい、ね、どうなんですそれは。あ、後ろ向いちゃった。後ろ向いちゃった。今日の出来によるって。あ、なるほどね。頑張ります、うん、あんま暴走しなかったらいいよ。頑張りました。今回いつも通り頑張ります。いつも通りか。いつも通り頑張るのか。自由度の高いツルスは通常運転で行きたいと思います。いくちゃんが喋ったらみんながっかりするんだよ。なんかな。大丈夫か。はい、え、え、大丈夫だ、大丈夫だ、いいよ。はい、任せてください。よし、頑張る、頑張る今日。はい、というわけで、いろいろな、なんか、問題がたくさん詰まってるんであろう、はい、を持ってきてくれたいくちゃんには、この後の企画にも挑戦していただきたいと思います。では、いくちゃんのジングルでーす。うわぁ、来た、ジングル。やるわけじゃない。そんな期待してるやつやるわけじゃない。
手羽先やったー出たー何回素晴らしいゼロスラバチコンあれーあれやりきりすぎて番組名忘れたからないいですよ、今手羽先がちゃんとね、あのコメントでそうね、バッチリ合わせてくれました ね、 ね、前振りもしっかりできてたあーえーな、元祖でもなんかちょっと照れますね、やっぱり照れるのあなた、そんな私が最初やったやつ返しなさいよ、あなたなんですか、そうです思いっきりやったんだよはい、はい、ゆきちゃんとともに今回はこんな企画に挑戦していこうと思います。はーい、絆が深いのはどっち、新旧ゼロスタッフ対決よーイエイ、はい、はい、というわけでですね、今回は旧ゼロスタレギュラーのゆきちゃんとフリーザさん、うん、はい、そして R になってからの新ゼロスタレギュラー泉ちゃんとルフィ、はい、こちらはもう全員フルメンバーで揃ったということになりますので、今回はですね、新旧ゼロスタレギュラー陣どちらがより、はい、かわいい絆があるのかっていうのを対決によって決めていきたいと思います。ね、うん、新旧、新旧って言っても私多分半々ぐらいの付き合いよ、それも付き合いでもレギュラーじゃないんでしょ、だってそう、それで準レギュラーなんか意味わかんないね、レギュラーじゃないからさ、何文句を言わないか帰るかどっちがいい、だってレギュラーじゃないからさ、だって帰ったら選ぶ権利ないからさ、まあ確かにね、そう残るよ、やるよいいのそれで、あ、そっか、同じグループってことか、そうだよ、それはちょっとやだもん、いやほら言ってるからやだないでしょ何もできなくなるじゃない、ちょいいい、はい、あの、それでもね、お金ないのと頑張ってる人だから今回だけだからさ、お金ないの寂しい声が聞こえるよ、同情表で、なんか怒るからさ、あ、今回だけだからなんで浅倉さんがそこまでしてるから、なんで同情されてんの仕方ないけど、うん、いいよ、何それ、やだな、何それ、優しい、優しい、俺2年後売れるって言われてんだよ、俺2年後売れるって言われてる2年後でしょ、2年後、2年以内売れないってことだから、はい、というわけで、ステチームは2年後売れる、旧ゼロスタチームと、はい、ゆみちゃんと、よし、新ゼロスタチームということで、分けて、はい、対決していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、対決なので勝敗をつけるんですけど、はい、勝敗はニコ生の投票で、おーでかー、お願いいたします。なるほどね、頑張るので、まあ、投票がね、あとですね、当然罰ゲームございます、はい、死に物狂いで絆を見せつけて、はい、頑張りましょう、はいはい、よし、はい、じゃあまず最初の対決はこちらです、うん、はい、ドン、絆を見せつけろ、以心伝心ゲーム対決、イエーイ、さあね、以心伝心始まりましたけれども、はい、解決者みたいに、ね、はい、絆が深ければどんな発想をするのかというのはお互いにも分かっているはずでございます、はい、うん、そこでこの対決ではあるお題に対しての答えをぴったり合わせる以心伝心ゲームを行いまして、はい、相方とどれだけ同じ回答をできるのかというのに挑戦していただきます。なるほど、ね、はいはい、なんでまあ要は同じ回答を出したら勝ちっていう、なるほどね、多分どっちに合わせるかっていう駆け引きでも変わってくる、まあ、それも要は、うわ、そっちチームめっちゃ大変そうだね。ねえ。あ、ダメだ、こっちにも爆弾いるじゃん。もう両チーム爆弾いるじゃん、これ。結局大変だったな。大丈夫だよ。私が大丈夫じゃないんだよ。私が合わせるよ。結局大変だ。前に合わせてみせる。結局大変ですよ。あの、アニメキャラの二人には頑張っていただきたいと思います。俺は、何だ、向けないよ。向けないよ。はい、じゃあ何問かやっていきたいと思います。はい、お願いします。専門正解目指して頑張ってください。はい、じゃあ早速チャレンジしていきたいと思います。お題はボックスから引いていただきます。はい。最後ガンの人ボックスください。おー、かっこいいの出てきたよ。かっこいいか。はい、前説担当のリトレイさやみくんです。おー、俺の名前はこう、はい、あれ何もやらないの。別にいいよ、別に言わなくて、いいごめんね、あんま尺ないから。取っちゃっていいの。あ、はい、じゃあいくちゃんに聞いてもらいましょう、ね、ね、はい、コブラだって。グダグダすぎるって書かれてんじゃない。手作りが頑張ってるんで応援してあげてくださいね。はい、はい、こちら、うん、バンバンバン山本さんの芸人としてすごいところといえば、ああ、もうこれは一つしかない。難しいよ。朝倉さん、朝倉さん、ない場合どうしたらいい。いやいや、あるある。難しいよ。あるあるよ。あるあるの。皆さん、あるある、しましょう。特になしでお願いします。いや、あるあるある。そっか、それでいいんだ。あるよ、はい、じゃあ、みんな下にね、書くのあるから、あるから、ちょっと無理くり考えよう、無理くり考えよう。え、これは真面目に考える。真面目に考えた方がいいんじゃない。みんなの皆さんもすでに参加してくれてますね。あるよ、これは驚きの白さありですよ。ごめん。はい、
現れたみたいな感じになって。はい、でも、どうですか、ね、みんな揃えられそうですか？あ、大丈夫だよ、これで。これ難しいな。さっきの歌より難しいぞ、これ。何言ってんのよ。難しいよ。難しいよ。あ、思いついた。はい。一個思いついた。こんな傷つくお題あるか？こんな。これこれだよ、これ。これしかないよ。はい。ね。ほら。もうこれしかないよ、私は。もうこの、もうこれを見てもらったらもう、これを見てもらったらこれしかないですから、もう。これは。これ文字でいいんですよ、ね。あ、文字で。え、はい、イラストで描きたいわ。いや、難しいな。ね。はい。じゃあ、ちょっと私の模範回答を。はい、はい。例えば私だったら、ドン。はい。滑ってもめげない。おー、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 おー。なるほど。いや、いや、意外にめげるよ。うん。裏とかでね、全然ね、出てこなくなっちゃうから。これ見てんだ、そういう現場。そういうね、芸人の裏のスコミ言うのやめよう。あ、ほんと？ほんと？これは。わかった、これやめよう。酒飲んで愚痴入れとかやめよう。はい、じゃあ4人一体どんな回答を。はい。はい。じゃあ一斉にオープンしていきましょう。はい、せーの、ドン。これ、浅川さんと一緒。お、あ、心臓の治療が、頑張ってる。うん。声、フリーザーに着替えるのが早い。声がでかい。声がでかいってなんだ。声が素晴らしいことだよ、芸人として。声がでかいってなんだ。一個ずつ片付けていきましょう。はいはいはい、はい。じゃあまず、うん、心臓の強さ。心臓の強さ。はい、感じ合ってますね。よかったです。はい。一個ずつね、そういうこと。何そのそれ。まあ、自分で言ってることですか。まあね。心臓強いですよ。ちょっと一緒に片付けようかな。強くなったんですか、はいはい、ね、はい、頑張ってるってのは分かってんだけど、はい、これ何かな何こちら、私ですね、舞台に出演するんですけれども、未来研究所長あった。最後にさ、最後に用意するから。ぜひ皆さん、こちら、よろしくお願いします。すごいこれさ、こんな番組だったらさ、ここにテロップが出るやつでしょ。それ手作りした人初めて見た。テロップです。すごいね。最後に用意するから、告知は。じゃあ、せめて出すならマイクに被んないところに。ああ、そうですね。ここで、はい、ちょいちょい入れていきたいと思います。ちょいちょい入れるなよ。なんで入れるんですか、もうちょいちょい。はい、はい。ダメですって。じゃあ、泉ちゃんがフリーザに着替えるのが早い。ああ、確かに。これは、これはね、着替えてないですからね。着替えてます。変身の時、変身を解けてますから、変身を。たまに顔白くない時ある。でもね、番組始まるって時に、シュッてて、シュッて帰ってくるね。そう、第0形態か第1形態に変身ってことでしょ。ん？変身を遂げるってことね。あ、すごい、滑ってもめげない。すごいわ。心臓強いじゃん、バカ野郎。バカ野郎。すごいね。頑張るわ。バカ野郎。頑張ってる、頑張ってる。本当、全部合ってる。みんな合ってる。全部、ほら、声がでかい。ちょっと待って、ちょっと待って、みんな、これね、正解を出すゲームじゃなくて、答えを揃えるゲームなんだ。答え揃えるよ。なので、朝倉さんとワンペア。朝倉さんとワンペア。あ、はい、何ですか？何ですか、それ。残念です。ダメ？だから、お題が悪かったんだ、お題が。お題が悪かったのもダメで。なんだよ、それ。これ山本さんのせいだから。いやいや、フリー、フリー。山本さんはどっかいますよ。あ、落ちたよ。はい、じゃあ次、泉さんに引いてよ。はいはいはい。ごめんなさい、失礼します。はい、泉さん引いてもらって、もう。何、何、次。何、何？なんだ、なんだ。ドン。ゼロスタの顔といえば？お。あ、これは、これはいけるだろ。これはいけるでしょ。いや、でももうわかんないよ、これ。いや、これもうわかんないよ。え、出演者じゃないかもしれないですよね。いや、もうこれわかんないよ。やべえ、ディクション書かせようとしてる。あ、そっちかな。え、そっち、そっち、そっち。え、そっち。うわぁ、どっちだ。誘導激しいです。なんでしょう。え？顔でしょ？顔？顔ってことはもう、ゼロトと言えばそういうことです。この方みたいな。はい。じゃあ私先に模範解答出しますよ。誰だ、山田くんって書いたの。え？ああ、それもあったね。そうそうそう。はい、行きますよ。私の模範解答こちらです。ドン。プロデューサー様。うんうんうん。なるほど。はいはい。ね、プロデューサーっての、ね、作品ですかね。よし。はい、これで後で、美味しいビールが飲めるからな。よし。ね。ペンが切れてきた。どうした？そんな長々書いてんの？ゼロスタの顔にそんな長々？そんなにいっぱい出して。はい、はい、じゃあみんな、そのまま書けてきてるかな？よし、プロデューサー。小池さんみたいな。これでしょ、顔。はい、大丈夫ですかね。はい、ではでは。はい。はい、皆さん答えを一斉に。はい、行きましょう。ドン！こちら。じゃじゃん！
はい。誰？なんかいる。え？そっちか。何？そっちって何？え？おちょくろさん。似てない。似てるよ。もう似てない。似てる。怖いよ。何これ。いや迷ったんだけどな。なんか T シャツに。これ。あの、母の日のさ、あの、お母さんありがとうの絵だ。違うよ。これ、お母さんありがとうの絵だ。4歳児が描くやつ。4歳児が描くやつ。だってペン切れちゃったよ。いや、どんだけ描くんだよ。新しいペンください。新しいペンください。うわぁ、違ったー。ありがとう、ゴルゴ。あ、ゴルゴじゃない。ゴムラ来た、ゴムラ。ゴムラ。いやー。ゴルゴではない。狙ってないからね。自由度が高い。今日もグダグダ展開で参ります、ね、しかもコブラあのカメラに映ってなかった残念だ。もうちょっとこっちに出ればね。はい、ルフィが私と一緒でお姉のプロデューサ ー, のプロデューサー迷ったんだけどね、最初に朝倉さんって書いたのよ、ほら、ああ朝倉で、朝で、違うかなと思って、違うかな、いや、そっちかなと思ったんだ。あー、見たな。隣は飛ばします。で、私も見たから、もう見たから、あー、帰ってる、これ私、ありの行くだと思います。やめたんだよ。また告知入ってるよ、これ。なんで告知書くんだよ。さっきの答えを潰して書くっていう。え、気のせいです、気のせいです。はい、いや、頑張ってる。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。すごいな。お願いします。なんだよ。自分が顔だと思ってるだけあるの。そうですよ。はい。で、で、フリーザさんは？天然の出演者どうも。どうも。天然の。もう天然さんが集まってるっていうね。これはどうしましょう。アリの行くイコール天然だとは思うんで。はい。いやいや。ダメだよ。え、これ、ワンペアとか？ダメと言う。ダメ。そうでしょ。ダメかよ。あの朝倉さん Q だから向こうの味方してんだよ。あ、そうか。ずるいね。やっぱ、あと似顔絵の私たちも。違うよ、似顔絵が下手すぎたから怒ってんだよ。あ、なるほど。怒ってんだよ、それ。あんま、もう名声じゃない。めっちゃ美人に変えたよ。いや、美人じゃないよ、これは。だって、変な話だけど、ほら、ありのいくでもいいんだもんね、だってね。絵だから。見えるのに違うよ、朝倉さんだよ、これ。私ね、ルフィとはうまくやっていけそうな気がする。だよね。あたしとも仲良くやろうよ。あ、はい。隠せ、やべやべ、隠せ。いい加減着地点を見つけよう。そうですね。着地点、今日の着地点を見つけよう。よくないです。それが、これもう一問ぐらいいけるんですかね。行きましょう。はい。合わせなきゃね。今度こそね、合わせてほしいと思います。はい、思います。箱あるよ、箱。はい、じゃあ今度はじゃあ、どうしよう。じゃあ、ルフィで。はい、じゃあ。はい。よいしょ、うん。なんだ。朝倉さんのチャームポイントといえば、あー迷うなー、これはめっちゃ迷う、迷うよ。自分で模範解答やるのがすごい嫌なんですけど、模範解答これ一番恥ずかしいよ。なんでここでこういう罰ゲームを、これめっちゃある、これめっちゃあるな。あのすいません、上か下かって言ってる人いるんですけど、あーなるほどね。ちょっとそういう卑猥なことやめて。チャームポイントだもんね、チャームポイントだもんね、ちょっといっぱいありすぎんだわ。今褒めとけばさ、さっきのポイントもらえたもんね。ポイント多すぎて、多すぎて、怖すぎて、わかんないよ。どうしようか。何しようか。何かめんどくさい。はい、じゃあ私の模範解答は、こちらです。はい、黒髪。ね、マロンゲの黒髪っていうのが、自分で言えるチャームポイントだと思ってます。はい、じゃあみんな書けたかな。はい。まだ書いてるね。できた！はい、じゃあ。みんながどれだけ私のどこをいいと思っているのか、見てみたいと思います。回答は一斉にオープン。はい、ドン。ふいちゃん、ズドン。これでしょ。あの、これでしょ。何？めっちゃ面白いのいたわ。なんで？ああ、いいな。父って書いてる。うん。え、父いいよ。父いいよ。ほら、俺も。え、本当に？あれ？まさかのこと？嘘でしょ。ほら、来たよ。ここ？美しい。あ、もうにじみ出る美しさですよ。黒髪も含めて。うん。黒髪も含めて。なんか今日髪茶っぽいね。前からだよ。あれ？ほら私のことに興味。あらもうだから余計なこと言うじゃないってんじゃん。いい父してると思うよ。そっかめっちゃ。これでもワンピアじゃないの？ワンペアでもこことここでワンペアチームで、私スカート短いって書いちゃった。そうですよね。足と足綺麗だからさ、それで上の下ちゃう。合わせたらいいんだよ、美しい髪、美しい乳。あ、それどうですか。すごい、滑ってもめげない。ダメ。はい、ダメということで、なんだよ一
応いじっとこうか。未来から突然声が降ってきた。こちら舞台の未確認未来継承者アスカというものにキャッチフレーズなんですけれども。うまいよね入れ方ね。いいこんなに入れ方うまい人初めて見たわ。いいですね、北斗さん。そうなんですよ。今の地デジになった時にアナログのドラマをやってるサイドみたいな。で、サイドバー広告。皆さん D ボタンを押してください。データ放送で。ぜひご覧ください。できないです。ないでしょ。これみんなあれだね。全然気持ちないんだよね。合わない。合わないがゼロ。こんなにも全然合わないじゃん。すごいな。こんなにも。はい。ちょっと無限3問ということで、この企画は以上なんです。終わり？勝ち負けは？いや、正直、1回ぐらい合うかなと思ったんですよ、みんな。これむずいね。ね、難しい。そら、着地点なくないよ。そら。それはない。まだでもゲームあるんでしょ？あります。まだ、ちょっと次番組で。次番組で。次で。最後の対決はこちらです。はい。はい、これ、何書いたの？お絵描き解説対決。はい、解説はい。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 ゼロスタ新旧レギュラーのいずみちゃん、いくちょんといえば、番組が誇る天才的な絵の才能の持ち主でございます。はいはいはい。画伯ね、画伯。ね、もう先ほどちょっとね、見えてたとは思うんですけれども。そうだ。絵に？なので、いくちょんといずみちゃん二人に、お題に対しての絵を制限時間1分で描いていただきます。はいはい。なるほど。で、この時に、また対決するんですけれども、お互いに、相方にはそのお題見せないでください。はい。はい。なるほどね。なので、その絵が描き終わってから、ルビーとフリーザそれぞれに、作品のお題を伝えずに、はい。イラストだけを見て、その絵が一体何を表しているものなのかというのを予想していただきます。なるほど。ただ、その時点で、これは答え何々だとは言わなくていいです。はいはいはい。なるほど。はい。まず、絵を見ていただいた時点で、あ、ここがいいよね。あ、これはあれでしょみたいな感じ。それが解説っていうね。解説か。なるほどね。うわ、絶対不利じゃん。さっきの朝倉さん見た？あれは見てなかった。いるから。あ、そっかそっか。いやいや、違いますから。両方爆弾がいたね。もっと上手いですか。いやいやいや。頑張ってよ、このままじゃみんな罰ゲームだから。ルビーさんと私は褒めればいいってことでしょ。そうですね。身が重いな、これは。そうよね、当てなきゃいけないから、ちょっと頑張って。一番まずいのは、全然アベコベなフォローとか、フォローの解説がちょっと変な感じになってしまうと、こいつ分かってねえなってことになっちゃう。なるほどね。よし。はい。ちゃんと理解をした上で解説をしていきたいと思います。わかりました。はい。では、早速、新ゼロスタチームのお二人から、はい、行ってみたいと思いますので、じゃあ、まず泉さんに絵描いてもらうんで、ルピーは目を閉じてください。はい。目隠しスポしておいてください。はい。これ何が、何が出るかね。聞いたやつ私言わないんだよね。言っちゃダメだよ。うん。言ったら聞こえるよ。言ったらわかる。今耳は閉じてないからさ。ごめんね。薄かった。はい。じゃあ開いていただいて。お願いします。皆さんもお題をコメントに残さないようにお願いします。はい、そうそう、見てるからね。はい。みんなに見せるの？はい。じゃあお題を見せてください。あ、お題は我々には見せてください。お願いします。ドン。ほー。うわ、難しい。うわー。いけるわ、なるほどね。いけるよ。ちょっと待って、お、自信たっぷりだな。はい。じゃあ、1分間でかけるかな。うん。わかった。大丈夫、見て。わかった、皆さん。まだ見えてない。見えてない。じゃあ、一旦見せるからね、ちょっと、リュフィ。はい。はい。こちら。はい、はい。オッケーですか？大丈夫、無反応だけど大丈夫。オッケー。大丈夫です。はい。はい。じゃあ、早速、新ゼロスタチームから、行ってみたいと思います。制限時間1分でお題の絵をかけるでください。お願いします。よーい、スタート。どうぞ。はい。後で書面質問するよね。お？あ、リアルやばって。ああ、そういうこと？何何何何？いや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 。ヒントが飛び交ってんのか？いやいやいや。ある意味ヒントですね。ですね。なんかだからわかんないよね。難しい。イメージ。イメージ。イメージ。なんですかね。おそらく。イメージ。これがこれがイメージだったら。作家をどつく権利はある。その人。作家をどつく権利はある。そうですよね。のかな？どうなんだ？めっちゃペンが走ってる音するんだけど、そんないっぱい書くこと？えっとね、ひずみちゃんの癖で、すごい塗るって言うんですよ。あ、なるほどね。すごい。すごいよ。なんか。ここから見えないんだけど、未来は私見えないんだけど。結構クオリティ高い。いや、これあまり絵のこといじ、こっちはいじれないけど、とんでもないよ。期待していいのかな？うん。あー、1分経ちました。かけた、かけた？はい、ということで、じゃあまずルフィ、目を開けていただいて、
めっちゃ使ってた。期待してた方がいいです。期待してた方が、本当に。はい。じゃあ次に、泉ちゃんの描いた絵を発表してもらいたいんですが、まず泉ちゃん。はい、いいね。はい、おいいいよ、これ。うん、うん。企画だよ。はい。じゃあ、泉ちゃん、描いた絵を見せてください。どうぞ。これ見ていい？うん、隅を見せてください。これは。ええー、褒めんだよ。じゃあどうですか、ルビー。この絵の解説をお願いいたします。なるほど。あ、これね。あ、すごい、すごい、リアル。すごいリアル。ここのね、角度とか超いい感じですよ。あとね、これね、あ、目がね、ちょっとね、大きく描いてる。普段よりね。うん。ああ、そうそう。ちょっとだから、これ、美人なのかな。で、多分ね、お口とかに置いてきた。お風呂場に置いてきた。お風呂場に置いてきた。このね、すごい、なんかこのスケルトン感が最高に見てるよね。この、バックがこの見える感じが最高に見てるよね。なんか、ルビーさん、それなんか乗ってる感じです。乗ってるものは何なんですかね。これね、なんかね、何かの部類に例えたら、爬虫類かな。なんでさ、こん
んなにさ、車輪がちっちゃい。え、なんで？補助輪でしょって書いてなかったコメント。ねえ。補助輪でしょ、スタッチのテーブル。え、バイクって何ついてるっけ？車輪を大きく書けばいいと思う。うん、いや、こんな小さい、これさ、だから人、人に見えたんだよ、やっぱり。リサトリオ。リがいけないのか。相変わらずのイクちゃんですよ。イクちゃんもイクちゃん？イクちゃんは、イクちゃんっていう絵を。え、朝倉さんから見たらさ、どっちがきつい？え、ちょっと。画伯はどっちがきつい？きついかどうかで言ったら、多分、本当の意味での画伯は泉ちゃんだと思う。嘘だよ。ただ、うん、こっちはこっちのな、ピカソみたいな感じ。あ、なるほどね。あ、じゃあ絶対無理だ。じゃあ、天才と画伯っていう。天才派だと画伯。なんかさ、チラッと見えたんだけどさ、これわかんないよ。もっすごい広い。絶対わかんないよ、これ。じゃあまず絵を一回まちょっと。いや、これは1分のクオリティじゃないと思います。はい、はい、あ、じゃあまず次の3名上げていいです。はい、はい、どうぞ。はい、こちらです。じゃじゃん。なにこ れ, これ。はい、いや、素晴らしいイラストですね。エキセントリックって書いてある、ほんとに。これはわかると思います。あのね、え、これなら私の方がうまいよ、まだ。いや、もうどっちもどっちだよ。じゃあ、フリーザさんに解説していただきたいと思います。いや、これはわかりますよ。もういいんですか、もう。はい、あ、どうぞ。いやー、これはね、いやー、もう、素晴らしいタッチで。ですよね。はい。こうもね、もう、戦車がね。おー、あ、それ戦車なんですね。こう、描かれて、ね。でも、こう、戦車にね、これ画期的なのが、なんと、足がついてるっていうのがね。戦車に足がついてるっていうのは、これ多分、その、まあ、改造を重ねて、はいはい、まあ、こういう風な形に。戦車が改造できると。ね。はい。その後ろの、見てください。スタープラチナ。まさかのスタンド使いがね、スタンドがですね、この戦車の後ろからスタンドが出てきてるわけですよ。そっちか。このスタンドが、こうね、舞い降りる、こうね、こう何ですかね、こう、空城、翔太郎の、違うって、なんだよ。作者さん、お黙りくださいね。あ、あのね、太陽がね、さんさんとね、こう輝いててね。そう、昔のね、あの、はいはい、ドクタースランプあられちゃんのね、あの、お日様みたいな感じのね、表現をね、こうやるというね。太陽からじゃ伸びてるの何なんですかね。太陽から、電車に伸びてるのは、これは、愛情かな、これハートかな、これ。愛情をこうなんか降りてきてるのかな、これ愛情がね。なるほど、わ、はい、かりました。愛情が降りてる。ありがとうございます。はい、なるほど。では最後にフリーザ様にお聞きします。はい、この絵のお題は何でしょう。メタルマックスとペンギン村。あ、まさかのコラボですね。コラボって言ってたからさ。これすごくない？いやいや、これだって、え、でも戦車わかりますよね。戦車はわかった。じゃあ正解発表していいですか。はい、お願いします。はい、戦車を操縦するジャイアン。あのさ、ほら、ジャイアン、なんでこんなぐちゃぐちゃなのかな。服。いや、服三角のメインここ。あ、ほんとだ。三角じゃないでしょ。いや、メインここでしょ。まあ、メインはちょっとあの、ね、なんでさ、ひげ、ちょびひげみたいなの入ってるの。これあの、ジャイアンってなんかそばかすありませんでした。ないよ。ないと思うな。私が見たのは、フィルターがかかってた。すごいね。マイジャイアンはこれだよ。マイジャイアン。フィルターかかってんだって。フィルターかかったジャイアンはこんな感じですよ。こんな感じ。怖いですね、フィルターって。で、自分の歌のフィルター外して自分にかけちゃったんです。いくちょう愛がね、もう、こうなんだね。怖いなぁ。そうですよね、ジャイアンロン毛なんだ。はいはいはい、確かに。確かに。おにぎりカットでもなんでもなくなっちゃう。なるほど。はい。ちなみになんですけども、はい、こんなイラストで戦車を描いてくれたイクちゃんもメダルマックス出演します。はい、出演します。出演します。そうね、戦車はうまいんだね。戦車ね、途中コメントエビフライかと思ったって書いてあったけど、え、美味しそうであって。ただ、すげえ歩くよこれ。すげえ歩くよ、こう。本当だ。戦車が。でもさ、イクちゃんの車輪ちっちゃいよ。いやいや、同じじゃないだよ。え、お前が言うな。そうだよ。あ、ほんとだ。ね、似てるね、車輪。だからハウルの後ろの足みたいな感じ。いやでも、社員って実際ないよ。でも、弁解の余地はないところなんですけれども、対決、これにて終了となります。はい、早い！やばくね？はい。一問だけ？あ、もう一問、もう無理です。もう時間帯がね。いや、それで自身が無理です。わ、分かり合えない。そうだよ、もうこのまま崩壊しちゃうよ、本当に。ね、一応これ企画としては絆を深め合う
というのが目的だからさ、もともと絆がないからさ、仕方ないんだよ、これ。あ、私仲いいと思ってたのに。酒飲むときだけで絆一緒になるの。お酒飲むときだけ。そうそうそう。じゃあ最後にですね、はい、どちらのチームの絆が深かったのか。うん、難しい。お前が言うな。これは難しいけど、はい、それでね、ゆうとさんに判定していただきたいと思います。はい、より絆がギリギリ深かったのは、1、9、0スター、いくちゃん、フリーザさんチーム、はい、2、新0スター、泉ちゃん、ルフィチーム、うん、どちらかに投票をしてください。どうぞ。皆さん、新0スターに清き一票。いや、これは、どっちも強烈だったからね。そうなの？3その他を入れるのはやめてください。もうね。いや。3の人はいくちゃんが罰ゲームを。それもどっちかよ。やばいやばい、そうですよね。私たちに入れてください。いやいや、これはもう。あ、朝倉さん。朝倉さん罰ゲームすりゃいいじゃん。50だったら朝倉さん。3に朝倉さんで。3に朝倉さん入れてください。朝倉さん選んでくれたら、全員で罰ゲームです。だってもう3の朝倉さんないから、50、50。だって私、両方とも、必死だね。どうした？何？必死だね。必死なんだね。はい。はい。落書きとかしないでください。ない。はい。出ました。出た。出た。これ発表。多い方が勝ち。どん。多い方が勝ちだよね。うん。あ、ニューゼロスタチーム 62.5%、シンゼロスタチーム 37.5% ということで、ニューゼロスタチームの勝利。おお。素晴らしい。来ましたね。ありがとうございます。いや、これ多分ね、強烈度が増してたんだよ、多分ね。強烈度が増してたからもう。なんでなんで、ちょっとなんやかんやで告知入れてる。さっきのジャイアンじゃなくて告知入れてる。なんだこの女は。何告知してんの。なんだこの女は。告知したいんですよ。何告知してんだよ。できる子なんです、すいません。少しでも一秒でもいいんで。負けてしまった。はい。泉ちゃんのフィーチームということで。うわ、何よ、もう。やだ。はい、今どちらにあったんでしょうかね。いや、もう絶対違うでしょうね。はい。これ、これ、皆さん。だってわかるじゃん。これ、バイクじゃないですよ、これはすごい。わかんないよ。はい。やはりもう溝は深まっていく。とんでもない。ということですので。とんでもないよ。じゃあ、ご安心ください。はい。こんなね、溝の深いお二人なんですけれども、罰ゲームで、逆にですね、絆を深め合っていただきたいと思います。え、何？今回の罰ゲームは、はい。本物の絆を深めよう。1分間、褒め合いタイム。イェイ。ちょっと待って、そんなあると思う？いや、だって変な、変なはずだけど、住んでるとこ一緒じゃない？まあまあまあね、まあ近いけどさ、近いけど結構大変だぞ。私いっぱいいるよ。私いっぱいいるよ。今年なんかないもん。おっと、もう近かった。早速結構、フェイスブックで遊んでるよ。寿司屋行ったりカラオケ行ったり結構。そうだよ。頑張る。とりあえず今から1分間ですね、自分だけの2人きりの時間を与えますので、お互いにいろんなところを褒め合ってください。はい。はい。というわけで、じゃあ私たち3人、勝ったチームですね。はい。はい。かけます。え、おー、いなくなるの？バイバイ。え、ちょっとやだよ。何よ、ちょっと番組で。ちょっと待って。待って。ちょっとやだやだ。待って待って。どこ行っちゃうの？はい、勝ったチームは一回かけていただいて。仲間がいるよ。仲間いるよ、ちょっとやだよ。さようなら。ね。私がいなくなった後1分間、しっかりお互いに絆を深め合っていただければ。え、あ、高橋さんもいなくなっちゃうの？それじゃ。だって信号いないとさ。ちなみに素敵な音楽流れますので、お楽しみに。それでは、失礼いたしまーす。マジで？何これ？この罰ゲーム辛い。何これ？やべえ。そっか。いやー、千葉ちゃんね。千葉ちゃん、美味しい、ね、お寿司屋さんとか連れてってくれるし、映画もなんか千円の日に連れてってくれるし、すげえ優しいなって思う、ね、いつも美味しいご飯ありがとう。うん、いつね、この前もね、進撃の巨人見たいなって言ったらね、うん、あの家で全巻持ってるからおご飯食べにおいでよってわざわざメールくれてた。そうだね、しゃぶしゃぶ美味しかったな。しゃぶしゃぶ食べながら進撃の巨人。ちょっと濃く、ちょっと濃くだね。だな。いや、今日千葉ちゃん可愛いよ、なんかいつも女らしい格好して、なんか南国にいるおばちゃんみたいな。それは褒めてね。なんか、なんか、いや、南国にいる美人のおばちゃんみたいなさ感じがしてさ、中学生の子供とかいそうなさ。さっきね、バナナ食べてたしね。そう、バナナ食べてたさ。そう、なんかギャップがありすぎたけどさ。そうそうそう。え、終わっちゃった。終わっちゃった。早いね。早いな。あと、胸上げるとこも辛いですよ。
いや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 。なんだこれ。これ恥ずかしいね。これはね、ちょっと。いやいやいや。すごいですね。これは。結局なんか、はい、褒められたの食べ物あげたことだけだったからね。うん、ああ、なるほどね。しゃぶしゃぶ、たこ焼きもくれた。はいはい、はい。食べ物ばっかじゃん。頑張ったのかな。確かにね、ちょっとね。はい、というわけで、はい、以上、絆が深いのアタッチ、新旧03対決でした。ありがとうございました。はい、というわけでですね、ここで生放送に勤めた皆さんからのメールを紹介していきます。はいはいはい、ありがとうございます。ハンドルネーム、たくめ希望さんからです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、番組出演のコスプレブラザーズ、ポンコツシスターズの皆さん、アリの育大先生、そしてそんなアリの大先生にやられている番組をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。なんかみんな悪口言われてねえな、これ。すごい。ダメだ。いやー、まあ、素敵なメールだと思います、先生。ポンコツシスターズって言われてるよ。ねえ、ポンコツ。いやいや、私、じゃあ、コスプレブラザーズでしょ。あ、そうそうそう。それ言われてんの。それはね、みんな一致してる。うん、みんな一致してる。ポンコツって言われてる。ポンコツって言われてますよね。ちょっとこの送信者の方には後ほど。うん、続きは続きは言うとほら、放送載せられなくなっちゃう。あ、そうかそうか。はい、だからもうそのままなんかポイスのかな。なんてなんて。はい、はい、内容なんですけども、うん、6月の、一番、6月、あ、まあ、それも上半期です。はいはいはい。残ってるところということで、うん、6月の思い出が、実家の梅の木に実がたくさんついていました。なるほど。収穫の時に頭に当たると結構痛かったです。はい。そんな有野大先生に質問なのですが、うわ、そういうことか。はい。フライドチキンと唐揚げはどこが違うのですか？はい。私は揚げた鶏よりも蒸した鶏、バンバンジーなどの方が好きです、ね。はいはいはい。最後に、有野大先生とコスプレブラザーズ、ポンコツシスターズ5人に質問。あ、鬱陶しいこの時期を快適に過ごす方法の第32位を体で表現してください。では、失礼します。なんか、すげえあれだな、無茶ぶりの人だな。すげえな、その人。あなたの作家さん登場か、まあ、まずですね、フライドチキンと唐揚げの違いなんですけれども、はいはいはい、そもそも違いというか、フライドチキンは唐揚げの中のフライドチキン部門ですから、うん、違いというわけじゃないんですよ。あと、部門がスマートフォンの中の iPhone みたいな感じが。iPhone みたいな感じなんですよ。ね、はい、フライドチキンは もちろん部位もいっぱいあるじゃないですか。サ、う、イ、ん、もあったりするし、うん、で、それも、結構、お店で香辛料とかをつけて、薄めの衣が多いんですけど、うん、まあ、それも唐揚げっていうので、はいはい、まあ、違いっていうの。これ早く止めないと番組終わっちゃうよ。終わっちゃう、終わっちゃうよ。やばい、唐揚げ。あと8分しかない。あと8分しかないからさ。唐揚げだと小麦粉と片栗粉を使って、なんでも、止まんなくなっちゃうよ。そう、あとは、何笑いますか？怖い、怖い、もう。終わり、終わり、終わり、終わり。終わり、終わり、終わり。そこで告知につなげろよ。あ、あの、未確認未来。いいんだ、そうそうそう。遅いんだよ。遅い。遅い遅い。皆さん見に来てください。遅いよ。あと、なんかね、質問ですか、はい、これ何ですか、鬱陶しいこの時期を快適に過ごす方法、第32位。はい。じゃあ、代表でフリーザさん。わかりました。お願いします。お願いします。じゃあ、行きましょう。はい、これはね、鬱陶しいこの時期を快適に過ごす方法の、第32位を体で表現してください。いきます。手羽先これですよ。さすが心臓強いね。はい、強い。さすが心臓感じられたんだね。そう。天丼です。素晴らしい。はい、が強い。が強い。天丼です。これが天丼です。わかったよ。はい。分かったよ。三度目はできない。皆さん寝ちゃいましたよ、コメント。寝ちゃった。ね。起きてください。いや、違う。これ ZZ は、ドラゴンボール Z の ZZ。いや、違う、寝てるでしょ、絶対。これは違う。寝てるんじゃない。ZZ はそう。ほらー。はい、のせいでございます。私のせいなの。はい、というわけで、待ち込まれる、そろそろ別れの時間となります。はい、さあ、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。どんどんご意見ネタを送ってください。はい、さて、ここで番組ご覧になっているユーザーさんのプレゼントです、うん、最近多いですけれども、こちら、サイン入りの鏡です、ね、ミラーですね。はい、こちら、シクションが、ちゃんとサインしろって言ったのに端っこにちっちゃく書いてあった。なんでゲストでしょ。ゲストだったらドーンとさ、申し訳なくて、それ書きなさいよ。はい、ますので応募してください。はい、で、さっきは、はい、ゼロアンダーバースターアットマークアキバドット TV、 ゼロアンダーバースターアットマークアキバドット TV までお願いします。お願いします。あと、番組公式 Twitter もやってますので、ぜひフォローしてください。アカウントは上にあります。はい、次はゼロアンダーバースターとなってます。はい、ということで、放送時間残りわずかです。はい、ここでいつものアンケートやってみたいと思います。うん、やっちゃう、アンケート。これで CD 化が深い、はい、ね、フィクションの CD が発売できるのかどうか、どうなるかになりますので、
はい、お願いします。はい、お願いします。はい、では行きたいと思います。はい、行きましょう。ユーザーの皆さんへの質問です。はい、今回の制作費ゼロの番組ゼロスタにもし制作費を出すならいくら出しますか。はい、選択肢は1 100万円、はい、2 30万円、30万円、40万円、うん、ということですので、ではニコ生でどんどん押してください。どうぞ。1お願いします。これ本当にね、これでイクチョンの人生が左右されるかもしれない。あと今コメントにあったんですけど、番組ちょっと作ったら、あーぜひともこれでなんかやってみたら、これでなんかよ、これとさっきのジャイアンでさ、なんかやったらいいと思うよ。 T シャツとか作っちゃう。これで T シャツみんなで着よう。いや、やだやだやだ、色違い、いや色違いで、色違いの問題じゃない。なんでなんで、なんか無理よ。わけわかんないよ、もう。それでゼロスター待ち込んでよくわかんないじゃない、もう。わかんないわ。なんだそれは。はい。今入れてくれてる。来ました、結果。ですので、結果見てみましょう。お願いします。はい。100万円が 50%。30万円が 12%。50万円25%。すごいなぁ。ゼロもありましたね。はい。でもすごいすごいよ。まあまあ、過半数いってますからね。これ見てる皆さんが一心伝心できなかったってことですよね、これね。ですね。まとめたら。そうですね。一心伝心ゲームやってたけども、こっちもダメで、お客さんもダメだったってことですね。あ、なるほど。ユーザー交えて一心伝心ゲームを。そうだね。そうだね。割れるようにってことですね。そうですね。やれればいいかな。ってことは、イクチョンの CD は発売しないということで。ちょっと皆さんのせい。あれでも、でも B がちょっと違うよって。なんか。やる気はあるよと。別にあるんだ。別に。あ、すごい。お願いします。すげえすげえ。で、発表するかもしれない。かも。はい。あ、そうなんだ。じゃあそれも今後ちょっといろいろ。あ、いいじゃないですか。はい。はい。はい。ではですね、そろそろ、じゃあ告知がありましたら。はいはい。はい。じゃあまず泉さんから。はい。6月28日に私が出演させていただいております、オズマフィアというゲームがついに発売になります。はい。発売まで1週間切りました。よろしくお願いいたします。お願いします。続いてフリート様。はい、ですね、アニソンディスコというアニソン DJ イベントを、毎月、第2土曜の深夜、やっているんで、新宿ヘッドパワーというクラブでやってるんですけれども、うん、それが7月にあります。あと、こちらはまあ大事なお知らせなんですけど、11月の30日ですね、渋谷のウームというですね、ちょっとでかい、500人規模のところでアニソンディスコをやります。で、これ500人ちょっとガッと集めて盛り上げたいなと思ってますんで、皆さんもお友達をですね、連れていただいてよろしくお願いいたします。詳細はツイッターの方で告知しますんでお願いします。はい、はい、今日も名古屋大臣で、はい、名古屋大臣で、はい、お疲れ。じゃあ、いくちょ、はい、ガムあげるよ。ありがとうございます。はい、たっぷりですから。今日いろいろ紹介させていただいたんですけれども、舞台公演未確認未来系少女アスカというものに有野いく出演します。なんとこのアスカ役ヒロインとして出演させていただきます。日程は7月12日から15日、チケットは前売り券2800円となっております。詳しい内容はぜひホームページをチェックしてください。新年お願いします。はい、では残り時間まとまったなんですけれども、はい、次回のゼロスタですね、メトロマックスとのコラボ第1弾ということで、はい、ゲストにヒロインのズッキーヤを演じます白石麻里さん。素晴らしい。なおルフィに関しましては、そう、また修行行くからね、ちょっといないんだわ、はい、昇進のために出られる、すいませんね、ほんと。またなんだ。また、うん、ちょっとね、大変だわ、やっぱりね。なるほどね。鍛えてきます。すいません。頑張ってきていただければと思います。はい、します。はい、では次回ですね、第2弾日曜日公開生放送でお届けしてます、ゼロスタバチコン R は、次回7月の14日、日曜日となります。はい、スタートは、違う半年時からに始まると思いますので、はい、場所は千葉放送 B スタジオでやってます。ぜひぜひ観覧にも来てください。お願いいたします。はい。はい、では、イクション、また来るかな？いいともー。いやいや、番組が違うんです。違った。いいともって言っちゃったけど、番組が違うんです。すごい、初めて絆見たわ。何ですか、すごい一の絆だった。びっくりしました。素晴らしい。何ですか。はい、でもまたね、来てくれればと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。またみんなで主題歌使わせていただきます。はい。はい、というわけで、お相手はさくらゆずみと、しばいずみと、モンキーリルフィーと、うちの手をフリーだと、そしてゲストの、